和紙を下町探偵団源さんです、5月16日の朝もう7時から7時半の間ぐらいかな。ちょっとねちょっと事故が起きてます。ちょっと大変です。事故だ。駐車場にコインパーキングに車が乗り上げちゃったのかな。なんか朝早いせいか意外と野獣も少ないね。すごいね。なんかねちょっとね病気の人みたいよ。ちょっと怪しい人みたい。おはようございます。どうされたんですか。よくわかんないです違うみたい。なんか突っ込んじゃったみたい。すごいね。ああ、交通標識もぶっ壊れちゃってんじゃん。なかなかすごいことになってる。なかなかね、広い通りなんだけどね、意外と通勤路とかじゃないから。そんなに人いないね、今朝のね7時半ぐらいで30分ぐらいは結構ねパトカーたくさんいたんだけどね、なんだろう、やっぱみんなお寝坊さんなのかな。火事なんかあるとそりゃもうあれだよ、火事と喧嘩は江戸の花的な感じでたくさん人集まってくるんだけどね、夜なんかだとね。あ、だいぶ本当パトカー減ったわ。さっき10台ぐらいいたんだけど。そうだな、あと1時間ずれてたらちょうど通勤客が増えてきてわさわさするんだろうけどね、なんかねこの道をね向こうから来て右折しようと思ったら曲がりきれなかったんだって。ちょっと障害者とか年配の方かなっても話も出てたんだけど、なんか若い人で普通の人みたいよ。スピードの出しすぎかね。これは確かに。おはようございます。見事に突っ込んだね。ここの前んち大変だ。木もこんなに曲がっちゃったよ。まあこんな感じなのだ。これでいいのか。